日本東京都足立区、辰沼辰沼は東京都足立区の町名。現行行政地名は辰沼1丁目及び2丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は121-0054。足立区北東部に位置する。北は花畑運河を挟んで新名。東は六木及び佐野。南は大谷田及び谷中。西は新名南と隣接する。 東京地下鉄綾瀬建区の北に位置する南北に細長い町域を持つ。かつては農村部だったが、都営、辰沼団地の完成で住宅地へと大きく変化した。住宅地の地価は2017年1月1日の工事地価によれば、辰沼2から18から4の地点で17万円平方メートルとなっている。辰沼神殿は1630年に 星野彦六という人物によって開墾されており、当時は土合神殿と呼ばれていたという。1695年に辰沼神殿と改名されたというが、新編武蔵風土機構には1702年の建築の時には辰沼神殿の名がないため、当時はまだ旧左衛門神殿と合わせて一村だったのではないかとされている。その後は田地区の成立時に辰沼町となり、 1976年10月1日の住居表示の実施で、辰沼の名称が引き継がれた。伝承によれば昔この地に大きな沼があり、その形が竜に似ていたことから辰沼と呼ばれるようになったという。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、 足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になった。足立立,立沼小学校の現所在地は谷中5丁目であり、町域内には当たらない。ありがとうございます。